のと軍の編成が違うだけでここまで機能不全に陥るとは。いくら模擬戦とはいえそれはまずい。俺たちの軍はまるで連携が取れていない。わらわが参ったぞ。押されておるのか。父上が心配なのじゃ。彼女は光秀殿の娘。父親と一緒ならうまく連携が取れるはずだ。葬儀の将兵とは勝手が違うわ。せっかくの増援もこのままじゃ無駄になる。力を発揮できる相手のもとへ誘導すべきだろうな。光秀殿のもとへ向かってもらえますか。ご案内します。了解なのじゃ。道中の敵はわらわに任せよ。ここで華麗に忍びが登場。合流なんてさせませんぜ。敵将打ち取って。黙って行かせてはくれぬか。父上のため押し通るのじゃ。でしたか。娘とならうまく足並みを揃えられるでしょう。光秀殿の部隊はこれで大丈夫だ。次は関雲長援軍として参った。随分劣勢のようだ。関雲殿が来てくれたか。うまくやればカコウドン殿を焚きつけられるかもしれない。カウン殿、カコウドン殿が苦戦しているようです。案内しますので加勢してもらえますか。うん、承知した。こうも思い通りにならんと少し仕置きが必要か。今世紀の面々は手間取ってるようじゃねえ。それじゃあ我ら武田には手も足も出んよ。ただの気まぐれだ。この戦場俺が混沌に飲み込んでやる。軍神カウン殿か。仲間と合流されては厄介だ。この雪村がお相手いたす。よかろう。お主の槍拙者の刃で打ち砕かん。やん、うちこそ天下無双やなんて。カコウトン助立ちに参った。押されていると聞いた。余計なことを吹き込んだ奴がいるものだな。貴様の手など借りぬ。そこで見ていろ。カコウトン殿の目の色が変わった。きっとこれでなんとかなるだろう。おいおい、すっかり包囲されてるな。武田軍相手じゃ分が悪いか。最後は芝生殿か。果汁殿のもとへ案内するのがいいだろうか。芝生殿、果汁殿の部隊に助成してもらえますか。俺たちが案内します。ああ、分かったぜ。果汁なら一緒にいても気が楽だ。敵の増援か。親方様のためにも通すわけにはいかない。ま、そうなるよ。
めんどくせえけどやるしかないか。やあカジュ、援軍に来てやったぜ。師匠、俺を笑いに来たのか。まあ来たからには手を貸せ。二人は分系の友、息ぴったりにうまく動いてくれるだろう。信玄公、遅くなり申し訳ない。ここからは我ら徳川軍が助勢いたそう。わしらも行くとするかね。本番はここからじゃよ。総員、ひるまず敵の援軍を迎え撃ちなさい。敵の包囲は俺が蹴散らす。総員、中央を守りきれ。今さら敵の増援とは。体勢はとうに立て直した。迎撃しよう。勢いは俺たちにあります。このまま信玄殿と家康殿を倒しましょう。娘をこれ以上危険な目に遭わせたくないです。私が前に出ます。今日の父上はいつも以上に気合が入っておる。かっこいいのじゃ。この力で皆を守りきる。いざ尋常に勝負。真田の忍びとしてここは負けられない。ドロン、インドクレヤス、この加工現状を抜かせると思うな。さすがは加工トン、見事な覇気。姑息な手を使いよるわ。そのまま敵を引きつけろ。各部隊孤立せぬよう注意するのだな。カジューに任せとけば心配いらねえな。俺は適当にやるか。この戦場俺が前方に乗り込んだ。影の遠兵剣山、天下無双やなんて。この身をもって敵砦とならん。一緒に人たち回してもらえない。切り込む。決着をつけるぞ。加工トンばかりに任せてはおけんか。拙者も参らねば。ここまで勢いがあるとは。急増軍とはいえ侮れんな。止められないぞ。この機を逃すわけにはいきません。衝突です。
戦とはいえ一切手は抜かん。さあ我に挑め。お互い娘が見ている前での戦いです。私も譲るわけにはいきません。任務を完遂できないなんてダメだ、ダメすぎる。家康様にその人たちが手出しはさせません。この状態のナオトラが相手なんてな、まるで手が抜けねえぜ。ここを抜ければ敵本陣が目前。ジラ、防戦します。なんか面倒くさそうなのが来たな。とっとと片付けるに限る。師匠たち援軍を誘導したのはお前か。おかげでうまく回っている。 いえ俺は少し手伝いをしただけです。みんなが実力を出し切れてよかった。この天井俺が混沌に飲み込んでやる。さて、どう攻めちゃおうかね。ほっこりして。連携が取れなければ、取れるようにすればいい。模擬戦だけど、多くのことが学べたな。俺は相変わらず何もできなかったが、皆の絆で勝ち取った勝利、そう言っていいだろう。ジョジョは謙虚なのじゃ。そなたのおかげで勝てた。わらわはそう思うぞ。